いけたー、もっちー。もっちです。あ、しまった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 。うわわ、あれ、どこから、どこから音がしているんだ、これかな。よし。もっちゃん、お待たせ、もっちー。よいしょ。あれ、どこから音が、向こうの机に置いてたパソコンから声がしてると思ったら、もっちの、はい、YouTube 開いてた自分の、はい、というわけでお待たせしました、もっちはももちのもっち、イエーイ。はい、ちょっとちょっと待ってね、おっと、もっちこうかな、よいしょ、大丈夫かな。はい。お待たせいたしました。今日もね、楽しくやっていきたいと思います。はい。そんなわけで、料理&食べる。本日はベトナムのフォーできるかな。もち。笑うばっかりの拍手、ありがとうございます。はい。というわけで、私ももちみなみが、ね、大好きな東南アジアの料理をいろいろ作って、上手に食べれるかなっていうふんわりした企画になっております。はい、どうぞよろしくお願いします、もっちー。はいね、今日もね、もっちのお家のキッチンからお届けしてますけども、今日は日曜日、みんなね、自粛解禁後の1週間どうだったもっちですかね。はい。もっちもでもとはいえほぼほぼ在宅ではあったもっちなんですけど、久しぶりにちょっと、2日続けて、ちょっとお仕事で、なんか人にいっぱい会う機会があって、すごい緊張して、久々にこう人といっぱい話すと思って、帰ってきてちょっとなんか知恵熱出ちゃったみたいな感じだったりもしたんですけど、ねえ、まだ当たり前の日常になるにはね、しばらくかかるんだと思うんですが、ちょっとずつね、良くなっていけばいいなと思います、もっちですよ。はい、もっち、はい、ありがとうございます。ちょっとコメント見ていきたいと思います。ななひろさん、おはよう、もちちゃん、ありがとう、もっち、ありがとうございます。マスコダイムさん、フォー、ありがとう、もっち。お、近いね、顔が、大丈夫。ごめんね、もうちょっと離れるか。はい、そして朝倉ちゃん、もっちもありがとうございます。鈴木亮平さんのね、返信をね。ありがとうございます。はい、タラちゃんです。あれ。なんかね、すごい神がかり的に似た日があったんだけどね、タラオがどっか行ってしまったのかもしれない、もっちゃん。ちょっと後でまたやります。でかかねこさん、もっちはもっちはもっちは、ズルフィカルフィカルさん、ハロー、皆さんハロー、もっちは、アハエゴゲーミング Z さん、はいはいはい。もち、今のはいくらちゃん。いくらちゃん、ありがとうございます。マッチで What are you cooking today? ベトナム food、 ライスヌードル、ライスヌードル with、ボイルドチキン、ボイルドチキン and ベジタブル。マッチです。ありがとうございます。ライトラオはなんやねん。はい、おもち、あ、みなさん、もちは元気ですか、ありがとうございます。はい、そんなわけで、イエーイ。なんかね、
好きじゃなかったんだけど、やっぱり半袖涼しいよね。今日はちょっと大きめのパーカーを着ています。かわいいでしょ。はい、下はちょっとね、レギンスみたいなのを履いているもちなんですよね。別に興味ないか、あ、映んないか。はい、よいしょ、スポーティーもち。はい、ありがとうございます。あら、フォーもち。なんだね、マスクの M 君。レイザーラモンはやらねえな、やらねえもちな。今から見始めました。酒井さん、ありがとうもち、いらっしゃいもち。はい、パーカーのインナーが、あ、なんかね、もっち、あの首元に白がないとね、顔が映えないなと思ってね。そう、これ実は付け襟なんですよ、付け襟。なんかね、そう、ここがね、レースのここまでの、なんか本当はニットとか着た時に、あのニットとかの、なんていうのかな、丸首の、ニットか。着た時に、中がごわつかないで、おしゃれで、襟だけつけるみたいなやつで売ってるんですけど、そう、なんかね、動きやすいから、だいたいこれなのよ。2歳の名画、ほーほほー。パーカー好きだよね、頭かぶりなのに。いやいやいや、と思うじゃん、と思うもちじゃん。かぶりますよ、パーカーぐらいね。うん。はい、ありがとうございます。そんなわけで、ポーもち、あ、そうだ、まずは、そう、今日はね、ベトナムのポーということで、恒例となっているかもしれない、お国事情プチ紹介コーナー、イエーイ。はい、ありがとうございます。というわけで、本日の国はベトナムもち。はい、ベトナムといえばね、あのタッチフェスっていう、あのベトナム の、まあ、ジャパンカルチャーフェスが、ございまして、そのイベントにね、もっちで2回ほどお邪魔させていただいてまして、はい、インドネシアもよく行かせてもらってたんだけど、インドネシアでお世話になった方が、あのベトナムのイベントさん紹介してくださって、そう、それでね、2回ぐらい行ったもっちなんですけど、その時にご一緒したのは、あの木月奈美さんっていう、あの沖縄出身のね、すっごい歌上手なお姉さんと、あとせいちゃん、CEUI、あのアニソンとかゲームソングとか歌ってる、あの綺麗なみんな綺麗なお姉さん、せいちゃん、そうとかね、ご一緒させてもらって、せいちゃんもそれ以降仲良くなって、何回かね、公園行ったりとか、恵比寿でお茶したりとか、なんか仲良くさせていただいてます。そうそうそう、あとね、まあ、ベトナムちょっと、あ、そうか、まずこれでご紹介しましょうね、あのモッチ、ベトナム大好きな国なんですけども、はい、ベトナム VIETNAM、 ベトナム、ベトナムは、正式名称ベトナム社会主義共和国ね、社会主義、国家でございます。はい、国旗が真っ赤にこの黄色い星印ね、ベトナム帽とかね、あったりとかね。ね、社会主義共和国家なのに、ギャンブル合法な、すごい国。ね。うん。ベトナムはね、すごい自然も豊かだし、ご飯も美味しいしね。もう本当最高ですよ。面積が、あのね、あの、見やすく、あの、普通に書くようにしました。331,210km² でいいのかな。331,210km² 33万、ごめん、申し訳ない、
33万1210キロ平方メートル、33万1210キロ平方メートル、日本の国土が37万7975キロ平方メートルだと、割と日本と一緒ぐらいのサイズ、サイズ感的には日本と結構近くって、あとこう南北にちょっと長い感じ、フォルムが結構日本とあのスタイルがシミラージャパン、ジャパンのね、あのこの感じが似てると思うお餅なんですけど、ね、あの上下に長いロングカントリーロングカントリーフィールド、シミラーサイズジャパン、うん、で、あのベトナムはその島国ではなく、日本みたいにね、島じゃなくノットアイランド、あの大陸インドシナハーフアイランド、なんていうんだろう、アイランドじゃねえか、あの中国あってその南の方ね、みんな知ってるか、あの北側に中国、西がラオスで、南西はカンボジアと国境がね、お隣り合わせになってるっていう。ウリピョンさん、レーサーラモンはい、ね。平方キロメートル。平方キロメートル。ね、はい。石高って何？わかんない。はい。ねえ、だから、日本はね、よくよく考えたらさ、国境って、ない。まあね、ほら海でね全部囲まれてるから、そのね、こういろんな漁船のね、あのいろんな問題とか、こう島のねなんとかとかあるけどね、北が中国、西がラオス、あとなんだっけ、このその下の方はね、あのなんだっけ、東シナ海だっけ、あの海に面してるんだけどね、いろんな歴史がねありました。はい、そして人口が9621万、約9621万人なので、日本が1億2602万人とか、なんかそれぐらい、20万人とかそれぐらいだったので、広さは日本よりちょっと、小さい、そして人口も日本よりは、2割ぐらい少ないかな、2割ぐらいか、ちょっと少ないかなっていう感じ、はい、でございます。結構ね、なんか親近感湧くよね、形もこう南北に長いし、人口とね、あの面積も割と近いので、はい、ね、日本とはとってもね仲良しなベトナムさんなんですけども、はい、首都はハノイ、ハノイです、ハノイが首都でございます。これでもちこれ知らなかったんだけど、コーヒーの生産量が世界第2位なんだって、ためになる餅な、今日は。はい。で、あの、ベトナムコーヒーとかね、あの、練乳入れて、あの、シルバーの、ね、中のカップで飲むやつ。ね、あれも美味しいですけど、ね、確かにベトナム、あの、原産地、ベトナムって書いてあるコーヒー多いなと思う餅です。はい。あと、米食文化。お米をよく食べる人たち。日本と一緒餅ですよね。だから、あの、麺類もお米を使った麺が多いです。はい。そして、伝統芸能、伝統芸術、これで、水上人形劇っていうのがあって、まだ見たことない餅なんですけど、次行ったら絶対見たいなと思って、北の方なのかな？なんか、日本でも、何回か上演されたことある、横浜でね、なんか、やったっていうのをね見た餅なんですけど、そう、人形の群れが水上で、こういう人形劇がタカ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 みたいなやつ、そうね、一回ちょっとね生で見てみたいなってすごい興味ある餅、はい、なんかね、そういうのもあるから餅がベトナムに行った時すごい受け入れられたのかなって気もちょっとちょっとする餅なんですけど、なんか人形的なものに対するこう親しみがこう民族的に深かったりとかするのかなとか、まあでもそれは人形なんてね、
どの国にもあるし、ね、いろんなお面をかぶったようなね、劇とかね、日本でいうと能みたいな、ああいうのってよくあるとは思うんだけどね。うん、はい、あ、もっちゃんお面とかじゃないんだけどね。はい、あともう一個ね、吉本スリーマス芸人さん、そう、いろんな国にね、日本でも北から南までいろんな県にね、吉本所属の芸人さんが現地に住んで現地の番組に出たりお仕事したりとかっていうのやられてるんですけど、吉本スリーマス芸人、ベトナムにはダブルウィッシュさんがいらっしゃるもちろんですよね。はい、お二人ともそう、中川さんと井出さんっていう方で、もっちもそのベトナムのイベントの時2回ともねご一緒させていただいたもっちなんですけど、そうそう、その時にね、いろいろと仲良くさせていただいたりとかして、もう現地で現地のベトナムの言葉で漫才をやったりとか、いろんなイベントの司会やったりとかねされてます。はい、あと加藤秀明さんっていうね、その方も吉本の音楽部なのかな、すごい現地で有名で、なんだろう、多分日本で言うとパックンさんとかあんな感じで、いろんな芸能のお仕事をねされてる方がいらっしゃいますよ。はい、でダブルウィッシュさん2人とも熊本の出身で、モッチがほら福岡だから、はい、すごく仲良くさせてもらいました。そんな感じでございます。はい、ベトナムもねすごいスコール的な雨がバーって降ったりとかして、モッチがそのイベントに出させてもらったの多分今ぐらいの季節だったモッチかな、その時1回屋根付きの、ね、イベントスペースで半分屋外みたいなところでねライブをやっていた時で、モッチが、その時アニソンの DJ で呼んでいただいてて、突然のイベント中にスコールがブワーって降ってきて水かさが急に増して、屋外だからもちろんね楽屋もテントで建ててあるもちなんだけど、急に足元が水浸しになってきて、あれこれちょっともしかしてやばいかなと思ったら、もう楽屋も浸水してきて、下に置いてた荷物とかもうびちゃびちゃになってて、とりあえずなんかテーブルの上に全部乗せちゃおうみたいな感じになって、みんなであわあわしてたら会場の電気がボンって消えて真っ暗になったんだけど、もう誰一人パニックになったりとかしなくて、まあよくあるからちょっと落ち着くまで待つかみたいな感じになって、でほどなくしてまあね復旧するわけなんだけど、まあそれまで結構ね時間がかかったもっちなんですよねあ、子供を迎えに、あ、行ってらっしゃいもっち、はい、ボーイさんありがとうございます。もっちもっちね、ありがとうございます。そうそうそう、しばらく暗いままだったかな、そのさっきあれですよね、最初に言ったその何だっけ、言ってなかったっけ、コスプレイヤーさんとかとねいろいろ一緒に行ったりとかしてて、そうコスプレイヤーさんの方とかと暗闇の中でとりあえずみんな待ってて何もすることないからとりあえず歌うかって言って、電気がないけどアコースティックギターで何だったかな、ドラえもんとかちびまる子ちゃんの歌とかをみんな知ってるから、そう、それで何か一緒にこう手拍子したり歌ったり踊ったりとかして、なんとなくね場をつないだもっちなんですよね。あれその時あれ加藤さんじゃなかったかな、その時は加藤さんだったかな、ちょっと記憶があやふやまたブログにでも書くもんちなので、はい、そうそう、そんなわけして復旧したら、もう一個あって、そう復旧したらあそろそろもっちじゃあ DJ できるもっちと思って、セッティングどうすかと思って舞台裏に行ったら DJ の機材がまるっとなくなってて、へっと思って、もちろん手持ちで行ったやつじゃなくて現地でレンタルされてた機材がフルでなくなってて、暗闇の間にもしかして泥棒が持ってた持ちかと思ったら、なんかレンタル屋さんがちょっと濡れちゃうし
と今日は持って帰るわって言ってさっさと撤収して持って帰っちゃったらしくって、だからもっち DJ しに行ったのに出番2、30分もあったんだけど、DJ 機材がないですねみたいになって、まあ、結局押しちゃった分もあるから、まあじゃあそこで時間負けましょうかってなって、停電してた分でね、その時間がだいぶ押しちゃったから、その押した分をもっちの持ち時間に当てて、そうで、もっちはとりあえず持ち歌を2曲披露していただきましょうみたいな感じになって、持ち歌と、違うかな、持ち歌2曲だったかな、そうそう、そんな困難がありましてね。そうなんです。もっち2日目は天気がよく何事もなく終わったから普通にできたもっちなんですけど、1日目はね、持ち時間がスコールによって流されたっていうね。はい、いいオチがついたところでありがとうございます。ね、ベトナムといえば青菜、そう、あれにもこの配信の、画面にもね、つけてたイラスト屋さんのね、イラストで、そう、青菜もまだもっち汚いもっちなんだよね。次行ったら絶対来たいな。青菜こう見、お店で見たりはしたんだけど、なんか選べなくって、そのまま買わないまま、試着もしないままで、そう、あ、まゆちゃんもっちは、いつもありがとう、もっち久しぶりだね。はい、あ、でもね、ほんとその雨の後はね、空気も綺麗で澄んでね、すごいベトナムはいい思い出しかない餅ですよ、ほんとに。いや、懐かしいな。なんかもともとなんだっけ、フランスは植民地時代とかもあったからなのか、なんか結構洋風な街並みだったりとか、すごいおしゃれだし、あと、なんだっけ、公園に行った時に、なんかすごい、結構海外だと多いだと思うんだけど、運動器具、なんか筋トレとか、なんだろうな、こういうやつみたいなのとか、なんて言えばいいんだろう、どう使うかよく分かんないけど、なんかおじさんたちが一生懸命やってた、いろんな器具があって、ジムがオープンエアみたいな。だから日本もそうなってれば、ジムが密で、コロナが蔓延っていうのはないと思う。ちなみにね、そんなすぐにはねできませんからね。ね、地方もね、予算の確保とかいろいろ大変だと思います。お疲れ様でございます。はい。ね、でも暑かった、確かに。ベトナムのねイベントの時は、割とちゃんとなんだろうな、オープン、半分オープンエアだけど。屋根はこうずっとある感じ。いや、なんて言えばいいんだ。お客さんもステージもずっと一個の屋根でつながってるけど、サイドは空いてるっていうやつだったから、まだ良かった。本当のフェスの野外ステージみたいなのだとしんどいんだけど、屋根が あるかないかぐらいの、あんなんだと、わってね、日が入ってきて大変なんだけど。そんなこんなでベトナムはね、もうマッチトラブルもありつつ、楽しかったな本当に。お風呂も泊まったところはなんかね、ちゃんとお風呂もついてたし、ベトナムでそんなにスマホも落とさなかったし。ねえ、ただめんどくさいのがあれですね、ベトナムのドン、通貨がゼロが多すぎてよく分かんなくなるっていうのが一個難点かなぐらい。あとはね、ほんと人もいいしね、ご飯もおいしいし。あ、じゃあ福田さんお帰りなさい、もっち、お疲れ様でした。はい、坪優さんもこんばんは、もっち、はい、お疲れ様でございます。はーい、というわけでね、だいぶ皆さん揃ったところで、あ、ちょっと一回だけツイートをさせてください。これから作るもっち。
馬足らず来るこっち。ツイートをしました。ほい。ちゅうわけでちゅうわけで、あ、そうだ、ほぼ水につけた方がよかったな。早速失敗をしておりますが、はい、こちらですね、今日使います材料のご紹介でございますよ。はい、本日はベトナムのフォーということで、こちらです。ライスヌードル、ライスヌードル、バンフォー、バンフォーかな。はい、あ、へー、材料にタピオカでんぷん入ってるんだ。へー、これタピオカ入りのやつです。やばっ、タピオカは頬にも入ってたんですか。これでもちもちいかないのもちもちなのかな。フォーティーは米を原料とするベトナムの代表的なフォーと呼ばれる麺です。世界有数の米生産国だけに、ちょっとした道端でもフォー屋さんと呼ばれる屋台が至る所で見られ、人々の暮らしにすっかり根付いています。熱湯に約5分ぐらいお好みの硬さに茹で、冷水で洗い、そのまま鶏肉などで取ったスープの容器に移し、野菜や肉などを加え、お好みでゆくまも塩、香辛料などで味付けしてお召し上がりください、だそうです。そっか、あ、水で戻すかと思ってたけど、いきなり茹でていいのかな、これじゃあ。じゃあお湯を沸かしておきましょう。はい、そっかそっか、よかった。じゃあお湯を沸かすね。とりあえずハイパワーできるかな。よーし、はい、お湯を沸かし始めました。あとはなんかね、胸肉と取れ、なんだっけ、胸肉ともも肉で迷ったんだけど、とりあえずさっぱり系がいいかなと思って胸肉にしました。桜姫&もやし、違うかな、え、何が何が何がですか。あ、雨が降ってきた。そっかそっか、お疲れ様。そう、平たい麺なんですよ。平たい顔族が作る平たい麺ですよね、腰をね、もちもちがね、きっとね、タピオカね、ありがとうございます。シェフさくら先生が胸肉で正解、よかった。ありがとう、もっち。はい、アンドライム。レモンかライムってライムです。あと、ちょっとね、傷んでた大根を捨てたときに、この大根から生えてた、大根の葉っぱ。なんかね、向こうで、もっち、ちょっとフラッとね、一人で、なんか、ベトナムの方を食べようと思って、フォー屋さんに行ったとき、すっごい、びっくりするぐらいいろんな香りのね、するこう、なんていうの、ハーブ的なお野菜がお湯ほど出てきて、なんかね、日本でレシピとかこう見ると大体こうね、シャンツァイとかパクチーぐらいしかね、書いてなかったりするんだけど、だからなんかこう香りのあるいい感じのお野菜をいっぱいのせようかなと思っております。はい、で大根の葉っぱって美味しいもちね、こうね、ちょっと醤油とかで炒めたりとかしてね、ちょっと冷蔵庫に行ってくるもちお待ちください。
はい、前回の残りのパクチーでございます。ちょっとしなしなになってきましたが、まだまだ全然いけます。はい、これを全部サラサラみたいなんだよね。そしたからライト当てると妙に確かに迫力が上からしかないから、ちょっと下目から焚いた方がいいかなと思ってるんだけど、下すぎてたのかな。見てね、これでもあの3つもライトをね、こっちとこっちとこういっぱい焚いてるんだけど、センスの問題なのかな。はい、お湯を沸かしている間にサラダ菜入れなかったかな。野菜から切っていきたいと思う餅です。あ、もやしも洗っときますね。もやしは割とね、あのしっかり茹でるのが好きな人とシャキシャキが好きな人いるよね。皆さんはどっちも好きなんでしょうか。もっちはどっちも好き。焼肉屋さんとか行ったら、この絶対もやしが流れて食べたと思うよね。あの、まだもやしの方が美味しいようになるね。こっち大好き、もやし。もやしはビタミン C が多いもちだってね。あ、いい感じにお芋を沸いてきております。はい、それこそベトナムとか、なんだっけ、オーストラリアだっけ、
なんか入国制限をなんか解除しようかどうしようかどうするみたいな話し合いをしましたみたいなニュースがねあったもっちですけど、ベトナムもそういう会議をしましたよっていうのを、ね、なんかニュースで見た。本当ね、なかなか本当はもうしばらく待った方がいいんだろうけど、そうも言っていられない事情なんかもいろいろねあって、大人って大変だなって感じもっちゃうね。なんだっけちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ありがとう。そっか、カモン、カモンでいいのかな。あ、嬉しいな、タッチフェスまた行きたいな。今年はどうなんだろうね、なかなかねイベントもねできないからね。タッチフェスっていうのはそのベトナム の, あのジャパンポップカルチャーイベントもちなんですよ。すごい楽しかったの、ありがとう。なんかね、コスプレイヤーさん、日本のコスプレイヤーさん一緒に行って、コスプレの、なんていうの、道具、武器とかをね、作る、セミナーみたいなのもね、やってたりとか。だからコスプレイヤーさんも3人ぐらい、その時日本から一緒に行ってて、その子とか、あとはダブルウィッシュ、ダブルウィッシュさんとみんなでね、なんかご飯食べたりとか、最終日したりとかして、楽しかったなぁ。もっち。紫玉ねぎを切ります。いいよ。
多分ね、これもスライスにしようかなと思います。そう、よし、エスケープルートさん、ありがとう、もっちこんばんは、ドラベンダーブルこんばんは、ありがとう、もっちねえ、ね、しみるもちですよ。ワイファイ切ったでしょ。スープは、ガラスープを使います、そろそろお湯が、あ、いい感じに沸騰しておりますよ。あれ？麺を先に茹でちゃってた方がいいのか？伸びる？伸びるもっちか。でもちょっとあれする方が時間かかるよな。鶏を茹でる方がね。どうしようか。じゃあとりあえず鶏を入れちゃおう。鶏を茹でるもっち。ちょっとお湯を減らしますか。これ綺麗かな。お湯を少し出しちゃう。はい、こちらに、はい、これを茹でます。ニンニクと生姜もち、ガーリック&ジンジャーでマッシュドガーリック&マッシュドジンジャーはい、鍋に入れます。よいしょ、開けてなかったら、もち入れるかな、そのまま鍋に入れるもちよ。よよよよ、と思います。コメントが超見づらい、明るくてどうしよう、サングラスかけたい、真っ白で見えないんだライトが結構んあ、りょんさん、もちもち、あれ、麺先に出るなしちゃん、もっち、ありがとうございます。野菜入れちゃったからちょっと冷えたかな。
じゃあ鶏肉を入れる餅を。でででででん。だだんだんだだん。ああ。よし。これでしばらく煮込む餅。心配なんですが、あ、もう、あ、来た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 、大丈夫かな、片方入れたら片方弱くなるとかあるのかな、あ、大丈夫そうですね。こっちで、メイン用のお湯を一応出しちゃいます。時間をかけた方がいいかな、今何分、今が54、え、もうそんな今日もあっという間にできちゃうかなと思ったんだけど、意外とですね、意外と喋ってたあれ、鶏って茹でてから切るんじゃなかったっけ、多分だけど大丈夫だよね、はい、じゃあ10分15分ぐらい、10分ぐらいになったら様子を見たいと思います。結構暇じゃん。しまった。はい。ちょっと野菜しまってきちゃおうかな。ちょっと鶏ガラスープ2種類ね、あるんだけど。こっちが本当に、味の素の丸鶏ガラスープは、あれかな、チキンオンリー。オンリーのやつと、こっちはポークチキン&ビーフも入ってる。どっちが欲しいか。あとね、唐辛子も後で入れますよ。切っとこうかな。はい。上位の途中ではございますが、こちら人気商品となっております、ももちみなみウェブショップで大人気、ももちみなみコースター、はい、こちら厚さ約5ミリぐらいの、薄分石でできております。裏面は、1ミリ弱の厚さの、ね、コルクがついてます。はい、そして、この白い石の部分にプリントがしてございます。直接プリントなのでこうシールを剥がれるとかはないです。はい、濡れたら服洗うができます。ちょっとシミがつきやすいのでコーヒーとかなるべくこぼさないように気をつけてほしいもちですね。はい、こちら、確か1100円かな、違ったかな、お、ちょっと火が強すぎるかな、火が強すぎたようです。はい、絶賛販売中でございます。ぜひお求めください。はい。そんな感じ。あ、そうだそうだ。そのウェブショップでなんですけど、お誕生日近い人いないもちですかね。ね、イベントがなかなかね、できないなと思って、お誕生日近い人とか、今月誕生日なんだよなとか、まあ、そう近いなとかっていう人、もちからバースデーカードを送らせてもらえたら嬉しいなと思って。そう。なかなかほら、なんか、誕生日で飲み行こうよとか、なんか、そういうのもしづらいかな。で、例えば、あなたのお友達にサプライズで、もちからのね、こう、バースデーカードとかね、そういう使い方していただいてももちろんいいですし、誰やねんってなるとは思いますけど、そこは知らないです。はい。で、一応ベースでももちのねウェブショップやってるから、最低出品価格が0円ができなくって、50円からしかできなかったから、一応50円にしてるんですけど、送料で、一番安いのはちょっと保証はないけど、レタースマートレターっていう郵便局のちっちゃい封筒の厚紙封筒のやつ、
それだと180円で、あとレターパックのライトだと360円とかかな。はい、それで、その中にバースデーカード入れて送るので、はい、よかったらね、ほぼほぼタダみたいなもんなので、ぜひとも、ね、お祝いさせてもらえたら嬉しいなと思うもちです。よろしくお願いします。はい。多分硬くなる？あ、まあね、そうだね。薄く切るよ。ちょっと弱火に変えた。現地で食べたなんか野菜たっぷりの方美味しかったんだよな。確かね、なんか日本にも5、6年前ぐらいまで直営店があったらしいんだけど、なんか行こうと思って行ったら先日閉店しましたみたいなって、ギリ間に合うのって言ってなかったんだけど、もうそれも 4、5年前なんだけど、どこが美味しいお店あったら教えてもっちね、お湯足りないよね。ははははあ、チョロモリーさん、もっちは。あら、5月だった？リョウムさん。あ、いや、リョウムさんじゃない。エムさん。え、送るよ。申し込みして。全然、先月だったよとか、ちょっと過ぎちゃったけどとか、1月だったけどとかでも全然送るので、ただ、もっちのことなので、ちょっと時間かかるかもしれないけど、気長に待てるようでしたら、もう本当、いいよ。全然、今年とかだったら全然、全然いいです。あ、包丁で混ぜてた、さっき。もっちもっち。ももちみなみウェブショップでございますよ。よろしくお願いします。あ、大丈夫、大丈夫。鍋の底には触ってなかったから大丈夫。もちゆでなんとか、あれ、ゆで汁をそのままスープにしてよかったよね。確かね、そうだよね、そのはずだよね。もち眩しい、ライトが眩しくて何も見えんのじゃ。
回ツイートしちゃう。ちょっと待って。めっちゃ茹でてるもん。マウモッチ。よいしょ。あれ？見えない。ポインターが見えない。ツイートができない。よいしょ。ちょっとお待ち。よいしょ。いけたかな？はい。ツイート。はい。ありがとうございます。茹で汁ってこっちだよね。あのお野菜、お野菜鶏を茹でた方の汁だよね。あ、やばい、もういいや、多分だけど、あれ大丈夫ですね。おっと、そう、伸びないもんち。あ、全然大丈夫だった。ザルザルザル、あれさっきザルどこやった、こっちか。ザルあった。もち。いい感じで鶏が煮込まれております。はい、この辺はもういらないかな、生姜とかね。おお、なんかこの茹で汁美味しそうだぞ。もうこれにね、生姜にんにくを入れたし、セロリの葉っぱも入れたし、出汁がめっちゃ出てそう。うん、これにあとはね、ガラスープ入れたら確かに良さそうな感じ。この辺のお野菜にもいいかな。ちょっと使わないものをしまいます。どうぞ待ってください。おそらく通ったかと思われる感じにはなってきたんだけど、試しにザク。見えないよ、目が悪いから。あ、これはいい感じの。これはめっちゃサラダチキン状態おいしそう。ちょっとじゃああと1分待ちましょうか。いい感じ、いい感じ。
感じ。あれ、ちょっと茹ですぎたかな、もち。もち茹ですぎたかもしれない、これ。まあ、いいか。美味しそう、美味しそう。玉ねぎ、あ、玉ねぎね、切ってるけど。あ、玉ねぎも入れたらよかったかな、一緒にね。確かに。トッピング用しか用意しなかった。確かに。あの野菜エキス入ってるからいいか。ダメ？ダメかな？ガラスープどっちしよう。チキンの方がいいかな。チキンオイリー。チキンオイリー。チャン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 。こういう蓋さ、ほらあのコーヒーとかのさ瓶のこういうおプルする蓋、もっちあのコーヒーとかってさちょん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 ってやってちょっと隙間から注ぐタイプだったんだけど、あれ全剥がししないと隙間が空いちゃうらしいね。余計湿気があの湿気が入りやすくなるって最近まで知らなかった。あれ誰かに教えてもらったのうちなんだっけ、なんだっけ。よし、取りよう取りよう取りよう取りたちよう、なんだっけ、鳥の歌違うな。待ち、はい、てっけん、見てしまった。あ、ちょっと滑った。よし、はいはいはい、ピピーピピーピピー、うるさい、待ちよ、はいはいはい、はい、あーびっくりした、めっちゃ跳ねた。はい、これさん、こちらの野菜は、まあ、入れっぱなしでもいいのかな、一回取った方がいいかな、ね、ちゃいまして、ちょっと残ってる、ね、はい、ではこちらに美味しい美味しい出汁を作っていきたいと思います。へい、ガラスープにする、ガラスープにしようか。ん、スプーンで入れるんだよ、な、何を返しはやると思った。読みなしさん、ありがとうね。どっちもガラスープなんだよ、でも前の通りチキンオンリーはチキン&ポークを持ちなんですよ。 This one is チキンオンリー、 This one is チキン&ポーク、あー with vegetable エキス。こっちにしてみようか。どっちもね、まあほぼほぼ一緒だとは思うんだけど、ダダ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 、入れない方がいいかな。あ、チキンオンリーの方が本場っぽい。ねえねえねえ。
お腹減ってきたな。すごくいい匂いもち。味見をしてみるもちか、ちょっとね。味見をしてみよう。多分全然塩味が足りないと思うんですが、ちょっとスープを味見してみるもち。入れちゃうか。入れよう、ナンプラー。ナンプラー。ナンプラバンバンバン。ナンプラバンバンバン。ナンプラーはどこやった？ナンプラー。ナンプラー。見づらい、コメントが見づらいよ。はい、ん、あ、そう見ちゃったん。おー、いいね。あれ美味しいよね。なんでも美味しい。ナンプラ入れちゃうよ。ナンプラタンタンタン。よし、へへい、おいしそう。よし、もう一回味見してみます。うんうんうん、おいしい。こりゃいいね。しちゃうな。スッと行きたいんだけどスッと行かないね。あダメだこりゃ。ちょっとチェンジ。チェンジチェンジ。よいしょ。こっちの方が切れるか。変わんないか。もちもちもち。指締めるな。はい、オッケー、へいへい。こんなもんでよかろう。ちょっとだけお塩入れちゃう。ちょっとだけ入れるもち。塩コショウにした。オッケー。あとは食べるときに調整しましょう。麺を、パン。確かにタピオカ感ちょっとあるかもね。もちもちしてるもちよ。よし、よし、オッケー。へへい。麺
も違う。おいしそうだね。よし。アンド。ネギ。ほんとグリーンたっぷりにしたい。よいしょ。待って。大根の葉っぱ、あ、茹でればよかったかな。まあ、いっか。よし。よしよしよし。アンド玉ねぎ。アンドセロリ。よいしょ。わお。あ、トウガラシ忘れてたね。これで赤っぽいのが入った。わあ、最高。見て見て。現状こちらでございます。あれ茹でる？スープに麺と野菜入れて茹でます。あれ野菜ってなんか生のイメージだったけどな。本当？およよ。多分ね、もうこれでいいんじゃないかな。もっち的には。そっか、忘れさ、もやしだごめん、もやしは茹でるわ、確かに。もやしをささっとちょっと秒で茹でます。食べる分だけにしようかな、これ。ありがとう、ありがとう。どっちがいいな。ささっともやしを一緒、これでいいや。マジでほんのちょっとにしよう。あー、救えない。なんかザルみたいなやつ欲しい。ザルみたいなやつ、違う、なんていうんだろう、救うやつを。わー、場所間違えたな。よいしょ、よしよし。まあまあまあ、いいとしましょう、いいとしましょう。あ、でも全然いい、全然いい、全然いい。からの、からの、この上に、この上に、よし。あ、こんな感じ、こんな感じ。オッケーマッチ。オッケーマッチ。ふぅ。で、こちらにスープをかけまーす。かけますよと。スープがこぼれちゃうけど、こんな感じ見えるかな。ちょっと角度よ。あ、スープ少なかったかな。あれ見える、見えてる。マッチね。あ、スープ入ってんだけど、スープ入ってないように見えるな。スープがこっち側に今傾いてるので入ってないように見えちゃうんだけど、どうしたらいいんだろう。ほら、おいしそう。イエス。エビのチャンネルさん、もっちはありがとうございます。もっち、うう、モニターが見えない。よいしょ。あのエビナちゃん、 VTuber のエビナちゃん、久しぶり。わあ、もっちはちょっと新しい、VRM モデルを準備中でございまして、忍者タイプの。そう、全然ね、この間 VR チャットにインしようと思ったらなんかインできなくなっちゃっててアカウント取り直すかもしれないから、その時はまたよろしくお願いします。わーい、エビナちゃんだよ、嬉しい。エビナちゃんのね、人魚のね、あれ持ってんだよ、アクリルキーホルダー。ありがとうございます。金だらい、金だらい、ガシャンってやつ。
大根の葉もね、そう、まあまあいっか、あの熱湯をかけたから。はい、お腹空いてきた？よみなしちゃんもありがとうございます。お、一緒そう。ありがとう、お餅。あ、伸びるわ、早く食べよう。よし、ちょっとこのまんまであれなんだけども、ライムは人を向けて絞ります。いやあ、美味しそう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 、イエイ、完成。再び、はい、じゃあね、早速いただきたいと思います。のびちゃん、のびちゃん、なんだ、のびちゃん、ふっくん、美しくないんですが、申し訳ない。はい、はい、これも出なかったね。はい、よし、ではいただきます。はい、無事にできた餅、よかったね。してるうちに麺伸びちゃうもっちゃね。わー、美味しそう。ちょっとせっかくだからチキンから食べようかな。見て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 、美味しそう。うん、いただきますよ。水パクチーで食べよう。わー、いい匂いするよ、本当に。スープがとにかく美味しそう。とりあえずチキンいただきます。もちー。あ、いただきますしてない？いただきます。はい。よっ。チキンいただきます。柔らかい。いただきますよ。せーの。味が染みてるし柔らかいし、胸肉なのっていう感じ。生姜とニンニクとあのセロリの葉っぱ入れて茹でただけなんですけど、めちゃくちゃ味染みてた。美味しいです。麺食べるもっち、いただきます。
を。うまーい。うまーい。いただきまーす。ほら。自信はある餅なんだけど、これ本当に美味しいよ。え、うまっベトナムかなって思う。ここ Is here ベトナム Very delicious、うん、Taste good。 Wow Amazing。 ヤッホー、うまい。おいパクチーしちゃおう。え、美味しい。ちょっとみんな作るべきだよ、これは。簡単だったよね、結構ね。あのセロリの葉っぱを入れたのも結構良かったのかな。あの香りがめちゃくちゃいいんですよ、チキンの。いただきます。持っていく。おいしい。やっぱりシャキシャキのお野菜と一緒だとなんかね、より南国感が増しますね。もやし、うーん、シャキシャキ。天才かもしれない。いただきますよ。うまっ。うん、みんなも晩ご飯食べた餅ですか。おいしい。なんかこうやっぱりネギとかパクチーとセロリともやしと紫玉ねぎ、あと大根の葉っぱ入れたお餅なんだけど、すごいやっぱりいいですね。香りの強いお野菜とこの鶏だしの絶妙なマッチング。めっちゃついてた。おいしい。はい。ちょっと最後の一口。いただきまーす。
酒が合うんだろう、なんだろうね。あ、もっちは今日ね、お酒じゃないけど甘酒は飲んでたよ。美味しかった。口の中でフォーが甘いのや。ね、顔にいっぱいちょっとあのスープが飛んだかもしれない。そこが美味しくなってしまう。はい、というわけで今日はベトナムのねフォーを美味しく作って食べられました。よかったムッチ。はい、おさらいでございます。ベトナム、ね、首都がハノイで、日本の面積と割と一緒ぐらい、日本の人口よりちょっと少ないぐらいで、コーヒーの生産量が世界第2位だったり、日本と同じ米を食べる文化だから、麺もお米を使った今日みたいなフォーの麺とかもね、お米を麺で、お米原料で作っていたり、伝統芸能、伝統芸術として水上人形劇っていうのがあったりとか、ね、あと吉本住みます芸人ダブルビッシュさん、はい、熊本出身です。皆さん応援よろしくお願いします。あ、お前誰だっていう、はい、もちです。はい、ね、あの日本ともすごいね、仲のいい国のベトナムさんなんですけどね。はい、もちも過去に2回ほどイベントでね DJ しに行ったので、またね近いうち行けたらなと思います。はい、皆さんねベトナム興味があったらぜひちょっと自分で調べてみたりとか、あとね今日作ったフォーもぜひぜひチャレンジしてみてください。で、生春巻きの皮もね、そうだよね、お米なんですよ。いいね、生春巻きも作りたいね。あれもタイでもベトナムでもインドネシアでも出てくるよね。あれはどこ料理。どこ料理持ちなのかな。はい、というわけでね、え、美味しかったな。ちょっと残り後で一気に食べます。鶏肉もまだいっぱいあるから、あと2食分は作れる。よし。ねえ、今日も無事優勝でございます。桃地さん安定の。でも今日の本当に星5個いったんじゃないですか。いったんじゃないですか。いったもっちですよ。美味しかった。ちょっとフォーいいね。なんかこうさ、うどんみたいな、なんか脂身も少ないし、脂も少ないし、お野菜とお肉ねバランスよく入ってて、刺激的なのといえば、まあ、唐辛子だけど、唐辛子はねお好みでだしね、ちょっとさ、なんか体調悪いなっていう時とかも、お米のね、お米の麺だから、おかゆ的な、雑炊的な優しい感じで食べれていいかなと思います。ね、なんかインスタントでも今ね、ベトナム風のやつ、あのお湯入れるだけのねインスタントヌードルもあるので、ね、食べたことないっていう人がもしいたらね、ぜひ挑戦してみてください。はい、ありがとうもっちです。次はどうしようかな。春巻きはね、そうだね、これいや、やめて、フォーやはりね、フォーの屋台とかね、屋台、いやでも休憩が大変だね。もっち、そんな感じ。次はどこの国かな。またインドネシアとかに戻る。3カ国ぐるぐる回っちゃう。でももっち、あとは台湾、香港は行ったもっちなんですよね。あとすごい、なんか高校の修学旅行は韓国だったもっちよね。もしかしたらでもまたインドネシア戻っちゃうかも。どうしようかな。ね、中華料理もやりたいんだけど、あと日本のね、日本のこう、例えば九州だとなんか筑前煮とか博多ラーメンとかね、そういう感じで日本のご当地料理とかもなんかね楽しいかなと思うので、ちょっとまた、今週のどこかでお会いできたらと思います。ちょっと忍者動画も編集中なんだけど、一個ちょっと結局ボツにしちゃったのが一本あって、そう、なんかね、あのモッチが面白くなかったんだよ。撮影してる時は面白いと思ってやってたことが、なんか動画で見るとなんかちょっとこの人何言ってんのかなみたいな、何言ってるかちょっとわかんないんですけどみたいな感じになってて、あの泣く泣くボツってしまったのがあるので、クイズ編はちょっと一回なしにして、前回ねクイズ動画あげるよって言ったんだけど、それは一回ちょっとお蔵入りになりまして、本編を近日中にあげます。持ち上げない。はい、そんな感じで、
ももちみのみウェブショップではいろんな可愛いグッズをね、こちらパスケースです。はい、ね、在宅勤務が増えていてパスケースなんかいらないよって言わないで、ぜひともお買い求めください。はい、あとバースデーカードの方は本当にあの気使わずに、あの全然あの他に何か買ってみたいな、そういうことなんでしょっていうわけじゃ本当にないので、お誕生日を純粋にお祝いさせてもらえたらもとっても嬉しいので、ぜひともね、あの過ぎちゃったよっていう人ももう今年だったら全然いいです。1月だったよとかでもいいので、5月の人とかもね全然ウェルカムでございます。はい、ぜひぜひ一度ね、あとなんかアプリとかあのベースのアプリでなんかフォロー、ももちショップをフォローすると 10% オフの券がもらえる時があるみたい、なんかあるみたいなので、ぜひともねももちショップ覗いてもらえたら嬉しいです。今一番上の一番最新のところにバースデーカードは出してます。はい、ほぼほぼただです。ぜひともチェックしてください。海外はね、なんかあのあれなんだよね、今まだコロナが落ち着いてないから、国によってはあのそういう郵便物とかをね、なんか郵便局で受け入れてくれなかったりとかもするみたいなので、ちょっとねなんかなんとも言えない状態なんですが、はい、ほんとね早く落ち着いてほしい持ちですよね。みんなの手洗い、うがい、ディスタンス、ウォッシュハンド&ウォッシュなんだっけ、スローじゃない、なんだっけ、喉なんだっけ、ソルト、ウォッシュ、喉、ウォッシュマス、マスウォッシュ&、ソーシャルディスタンス。はい、心がけてね、元気で明るく過ごしてもらえたらと思います。はい、コースターあとね9枚買ったりとか、あと何ですか、13枚4セットとジョーカーでねトランプにして遊んでいただいてもかさばるトランプね。はい、ありがとうございます。故郷の修羅の国ね、そう、はい、筑前煮美味しいよね、美味しいね。筑前煮作るのちょっと時間かかるから、配信ロングタイム配信になっちゃうけどね。それでもいい、やるよ、やっちゃうよ。はい、ぜひともボーイさんもね、ありがとう。寿司握る。寿司いいね。寿司いいけど、ちょっと材料費がかさむかな。イカとタコと卵しかないかもしれないけど、いい？うん。いいね。ある時があるみたい、だいぶワッとね、してますけどもね。寿司さんありがとう、グレートスリムウォッチ、サンキューモッチー、ユーもうエブリワンソーグッド、いや寿司、あー船寿司ってどこのやつ、モッチね、でもサバのお寿司は好きだよ、モッチ青物が本当一番好きで寿司の話、ね、もっちの好きな寿司ネタ的にはあのサバ、しめサバとか、あとサーモン、あとイワシ、アジかな、マグロは赤身がよくって、だからもっちお寿司屋さん行ってもね高くつかないからすごくいいんです。ウニちょっと苦手だったりとか、大トロちょっと食べれないし、そうだから結構もっち寿司屋は安く済むので、誰か寿司の差し入れをお願いします。傷んじゃうか。はい、あ、シャコもね美味しいね、そうだね、あ、100均の寿司の型で簡単に作れます、あ、そういうのもあるんだ、手巻き、あー手巻き寿司いながら、いくらちゃん、え、ちくらさん、タナちゃん、間違えた、タナちゃんです、タラちゃんお寿司食べたいです、似てた、どうだろう、ブリをおろして握りにしてます、かっこいいな、シラウオとか食われたら全然、シラウオね、でもうん、もちろん本当に青魚が好きで、あの
縁側とかのちょっと油が乗りてるやつはちょっと苦手かもしれない。あ、でもイクラちゃんは好き。イクラちゃんは好きです。イクラちゃん、イクラのお寿司食べるです。寝てたもち、ありがとう。まゆちゃん、やっぱまゆちゃんやな。ありがとう、もち褒めてくれた。あー、サンマにカツ、あ、カツオいいね。カツオ、これカツオ、カツオ兄ちゃん、お寿司の食い逃げはダメです。どうや。カニ、あ、カニはいいね。カニのお寿司も美味しいね。カニ食べたい。いいね、カニ食べたいね。カニの差し入れお待ちしてます。はい、そんなわけでですね、次回どっちをかな、ちょっとまだ決めてないんですが、またしてもインドネシアか何かしらのアジアンな料理になると思います。はい、じゃあ次回もね、ぜひぜひお楽しみにということで、もぐちの YouTube チャンネルをフォローしていただいてると、なんか通知がいくと思うのでね、ぜひともチャンネルフォローしていただいて、通知がいくように設定しておいてもらえると嬉しいなと思います。はい、あとインスタを最近ちょっとずつやってます。インスタ と、ブログと、Facebook もありますし、 Facebook は割ともうなんかブログをなんかそのまま流したりとかっていうのがね多いんですけども、はい、各種、フォローしていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、そんな感じで最近は YouTube ばっかりなんですけれどもね、はい、いろいろ他のまだ ね表に出せないこととかもちょこちょこやってたりとかするので、とりあえずは YouTube でお楽しみいただけたらと思います。よろしくもっち。はい、ではでは、ネオさん、今来たもちか、もう終わっちゃうよ、ネオさん。本当に今来たの？どうしよう。YouTube ライブ初見です。ありがとう、もち。ありがたいんだけどな。もう終わっちゃうんですよ。残念。残念、もち。じゃ最後にもっちが一口食べるとこ見ていく？そうしよう。今来たばっかりっていうから。ね、せっかくだから。いただきまーす。はい、上手に食べれました。見えた？食べるとこ、あ、これ困ってた。安心しました、よかった。ありがとう、もち。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。お相手はももちみなみでした。皆さん、手洗いうがいでした。はい、気をつけてね、心も体も元気でいてください。はい、ありがとう、もち。バイバイ。じゃあね、今来たばっかりの、あ、作りまでありがとうございます。ネオさん、酒井さん、さくらちゃん、エビナちゃん、ありがとうもち。エスケープルートさん、ありがとうございます。はい、まゆちゃん、ありがとうもちね。またね、ボーイさんもありがとう。おかりなさいでした。はい、マスクのやつ最初からもう作り直さないよ。はい、ありがとうもち。レオンさんもありがとう。いい、リバリープラネタリアンさん、 See you next time! Thank you, much! バイバイ！ありがとうございます。サキッチュリさん、あれ？サキッチュリさん、ごめん、全然気づいてなかった。ありがとう、much！またね、福田さん、お疲れ様、頑張ってね。ありがとう、much！寿司ソーシャイさん、ありがとう、much！チュルマリーさんもありがとう。翻訳係もありがとうね、much！much！ブライアン、あ、ブライアンさんも、much！気づいてなかった。ブライアントールさん、バイバイ、もち、ありがとうございます。じゃあね、もうあとはもういない、いないの。バイバイ、もち。団子味さんも、アミナナさんも帰っちゃったかな。あと誰だっけ。皆さん、ありがとう、もち。バイバーイ、また見てね。バイバイ、もち。ありがとうございます。おやすみ、もち。
阿弥陀さんいた、あうつもちありがとうございます。バイバーイ。ぽいさん、皆さんお疲れ様でした。ありがとうもち。はい、月曜からも元気で頑張ってね。無理しない。